キクチャンネル、はい、どうもキクチャンネルです。今日はね、2024年、4月7日日曜日ですね。現在時刻は午前11時4分ですね。はい、今日も、東京都葛飾区のですね、水元公園、桜堤の方に来ています。はい、で昨日も来たんですけどね、昨日もね、この桜堤をね、走行して撮ったんですけど、ちょっとね、いまいち天気が納得いかなかったんで、ただ今日はね、ちょっと晴れ間が出たんで、今日もまた撮影していきたいと思いますので、本日もお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、やっぱりね、昨日ちょっと睨んだ通りね、今日はこの晴れ間がね、出たんで、これはもう一回ね、撮らなきゃいけないということでね、テイク2ということで来ております。はい、ね、昨日に引き続きアヒル隊長とですね、お猿のしんちゃんを連れてきますんで、今日もね、また今日はね、本当に昨日と違って日の、光が出てるんでね、だいぶこの桜が映えますよね。やっぱりちょっとね、後悔したくないんでね、もう一度撮ろうということで今日は来てみました。で、本日もね、この桜並木をちょっと皆さんと一緒に、楽しみたいと思います。はい、それでは、しばらくごゆっくりご覧いただきましょう。さすが、今日はね、人手が多いですね。駐車場もやっぱり混んでるね。路駐する人多いんですけどね。出てきてよかった。最高だ。いや、去年もね、本当に奇跡的に撮影に来た時だけ晴れたんですよね。今年も、今日出てきてよかったわ。最高だわ、あったかいし。ね、ライダーの方も来ますわね。ね、昨日も動画撮りながら話したんですけどね、ここはもう本当にゆっくり走りながらね、撮影できるんで最高ですよ。後ろからそんなに煽られることもないですしね。皆さんね、やっぱりカメラ持って撮ってますね、7画目ね。時々ね、こう横断歩道で歩行者がいるんで止まりますけど、全然もうイラッとしてない、いいですよね。はい、どうぞって感じですよ。いや、最高だ。どうでしょうか、 GoPro にも綺麗に桜が映ってるでしょうか。もう多分明日あたりからもう葉桜になっちゃいますね。だいぶ葉っぱも出てきてますよね。いや、今日はもう最後ですよ、見頃。皆さんカメラ向けてますね。いや、いいですわ。今も気温も20度近くいってるんじゃないかな。アヒル隊長も気持ちよさそうですわ。信号で渋滞かな。まあ、別にね、渋滞しててもいいんですけどね。ただちょっと私予定もあるので、ちょっとすいません、信号の列はちょっと脇通らせていただきますね。ちょっとこの後予定もあるもんですから、すいません、信号待ちの間はちょっと脇を通らせていただきます。失礼します。やっぱり信号まずずーっと結構つながってますね。今日は多いんですね、やっぱりそれだけ車がね。そうなってくると、この路中の車がちょっとね、やばいことになってきますよね。これは致し方ない。失礼します。すいません。いや、結構本当信号までつながってますね、昨日とは大違い。やっぱ天気のせいですかね、この差は。まあ、時間帯の差もあるんでしょうけどね。ちょっとごめんなさいね。
ほうほう。ああこの先もあれかな、駐車場を入るのに渋滞してるのかしら。ね、さすがですね、この渋滞は。駐車場渋滞みたいですね。確かこの先にね駐車場があるんですよね。うん。この先400m、水元公園駐車場と書いてありますね。ああ。これはもうこんな感じで仕方ない感じですかね。うん。皆さん車からねスマホ出して撮ってますね。うん。これはちょっとどうにもならないかな。ちょっと行きたい感じがするんですけどね。さすがの大渋滞ですな。どうしよう、一旦止めますかカメラね。まっすぐ行く人もいるんだやっぱり。お、いよいよ流れそうですね。あ、じゃあ仕切り直していきますか。さあスタートしますよ。はい、レッツゴー。いやー、やっぱりすごいですね、この渋滞はね。はい、気を取り直して、はい、後半行ってみましょう。はい、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 隊長、元気にプロペラ回しております。あー、いいですね。あー、最高だ。最高です。ああ心地いいですね、暖かくて。やっぱりね、曇ってるのと日の光があるのとじゃ雲泥の差ですね。いや、もう人が大勢来てますね、やっぱりね。もう水元公園はさすがです。さあいかがでしょうか。桜綺麗に見えてますか。ああいよいよ終点に近づいてまいりました。はいはい、それでは、本日もね、昨日昨日に続きまして水元公園、東京都葛飾区のね水元公園桜堤の、桜並木をですね、撮影に来てみましたという動画でございました。はい、途中渋滞に巻き込まれながら長々と、本日も付き合いいただきましてありがとうございました。それではまたキクチャンネル、次回もまた見てくださいね。さようなら。バイチャップ、バイ、バイ、バイ、はい、ポチッとな。